こんにちは、ハラミンです。コンビニ晩酌ということでお届けしていきたいと思いますけれども、深夜なんですけどもね、どうしてもお腹が空いてしまったということでコンビニに行ってきまして、いろいろね買ってまいりました。で、今回はせんべろということで、1000円以内1000円で飲んでいきたいと思いますが、まあ早速メインなんですけども、エントリーナンバーワンビールとか、まあ、ビールじゃないんですけど発泡酒ね。エントリーナンバー2、なんかねレモンサワーが飲みたくなってしまったので、シンプルにレモンサワーで、エントリーナンバー3ということで、この間ね、12月になって出た、俺前も食ったことあると思うんだけど、でも12月になって出たらしいので、はい、こちら、野郎ラーメンのニンニクマシマシ汁なし野郎ということで、こちらを食べていきたいと思います。で、ためらいを捨てよ、特納ガーリックおかき。いいですね、エントリーナンバー4。エントリーナンバー5、こちらだ、ダン、卵ポテトサラダ。いいですね。で、エントリーナンバー6、オリーブオイルと和えたイワシということで、いいね、つまみにぴったり。お値段なんですが、サントリー金麦143円、こだわり酒場レモンサワー141円、特納ガーリックおかき130円、オリーブオイルとイワシが198円、卵ポテトサラダが128円、で、野郎ラーメンニンニク、この子が228円、合計が1050円。袋入れて1053円ということで、まあせんべろでしょ、お届けしていきたいと思いますので、じゃあ早速お湯を入れて作っていきたいと思います。よいしょー、よっしょーということで、作ってきたぜ野郎ラーメン汁なしでね、さっきまでねお風呂に入っていまして、23時半なんですけど、お風呂入ってて喉がカラカラなんですね。ごめんなさい、もうちょっといかしてください。というわけで乾杯。今日金麦、なんで金麦かっていうと、金麦しか売ってなかったからです。発泡酒、この第3のビールっていうのは発泡酒が、よし、もういい匂いしてる。これうまい、うまそう、絶対。ああ絶対うまい、ああ絶対うまい。ああ深夜に悪魔的なものを食ってしまう。ああ腹減ってんですよ。いただきまーす。プロ上がりのビールに合うね、ぴったりだね。うめえ。もうちょっと麺が硬くてもよかったかな。でもこれで1000円だよ、1050円だよ、十分じゃね。酒2本買って深夜飯としては十分じゃね。野菜ゼロだけど、もう私は食器を汚すなんていう、深夜に食器を汚すなんていう愚行はしませんので、このままいきます。こんな感じのさ、あれ卵ポテトサラダって俺前食ってた？食ってなくない？うん、細かく刻まれた玉ねぎ入ってるから、シャキシャキ感もありますね。うん、うまいね。うん、シャキシャキ感、ニンニンかな。あれうまい。お腹空いてる。これ秒だな、秒の動画になっちゃうな。瞬殺な気がする。2本目ちょっと1本目早えよ。腹減ってんだろうな、腹減って喉乾いてんだろうな。俺はこのイワシがすごく気になっている。これはお皿にあげた方がいいかな。ドレッシング入り、お好みの野菜等と一緒にお召し上がりくださいって書いてあるよ。ああ見えるかな、なんかこういう感じで、こういうイワシがこうやって入ってて、あ、これうめえ、これうめえ、これやべえ。俺これリピートするわ。あ、これうまい。イタリアンなんですよ、味が。イタリアンでもうしっかり味がついてて、酸味のなんつうの、これはイタリア料理のカルパッチョ的な味がついてて、まあ、生じゃないからカルパッチョじゃないんでしょうけど、でイワシもしっかり肉厚で噛み応えがあって、とっても美味しい。これリピートすると思う。これめっちゃうめえ。これなんじゃこれで、ヘルシーそう。見つけちゃった。これうまい。これみんな買った方がいい。これおすすめだ。これうめえわ。そうだよね、お酢だよね。あ、確かにこれレタスチキってこれのっけるだけでも立派な超美味しいサラダになるな。これうめえな。このドレッシング飲みてえ。これ酸っぱいもの好きなんですよ。うん、これは居酒屋で出てこないだろ。自立してくんね。自立してくんね。ニートの息子見て。ニートの息子の記事読むの好きなんですよ。文春のオンラインとかなんかでよく出るじゃないですか。40歳ニート、母親、70歳みたいな。ああいうの読むのすごい好きなんですよ。やばっ。あ、匂いいい。ガーリックおかき。ためらいを捨てよ。ためらいを捨てます。俺は女性と共演する撮影なんだけど。でもそこまでガーリック感ない。特納って言ったけど、俺の特納のガーリックはもっといかついからね。ガーリック大好きだから。いやー、いいなー。この今日の組み合わせ当たりだな。我ながらいいの引いたな。もういつもコンビニ行ってインスピレーションというか、これ食いたいこれ食いたいで入れていくんですけど、で大体1000円になったかなみたいな感じで行って、でお腹空いてる時にレジ、コンビニ行っちゃうと、レジ行った時に1500円ですとかって言われちゃって、なんだったら2000円ですって言われちゃって、いや今日1000円とかできなかったってなるんですよ。ちょっと飲みたいドレッシング。絶対こぼれるからやめよう。絶対こぼれるから。うん。今オリーブオイルの部分だけ出てきました。オイルだけぬるっと口の中に。でも確かにこれ買ってくればもうサラダとして完成だわ。ただその横でレタス売っててくれればもう完璧なんだけどね、セブンイレブンさんね。たまに野菜売ってるコンビニありますよね。自炊もねしてますけどね。こういうのも食いますよ全然私は。足んねえな。イワシもなくなっちゃったしな。もうドレッシングしかねえな。イワシの身がもうねえ。製造所、埼玉県さいたま市桜区しびらきって作ってる。これよくガンニングしてた。埼玉県埼玉市桜区しびらき。何にもねえんだしびらき。土手とかがあるしびらき。へえ、これ確かにあっちいっぱい製造所とか工場である。食品工場あんだしびらきって。何回か動画で出してると思いますけど、俺が土手をランニングしている風景出してると思いますけど、あの辺がしびらきですね。新しいに開くと書いて新開くと書いてしびらきってもんですけど、しびらき賞とかもあって、あっちの方にね昔住んでたこともあって、よくあっち走ってたんですけど、こんなところでしびらきと出会うとは思わなかった。君しびらきか君は。そうかいそうかい。懐かしいな。桜区の区役所とかね、懐かしいよな。よく走ってたなあの辺、大学生の頃。いいね、1000円でこんな食えんだね。美味しかった。セブンイレブンさんありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。